はい、それでは早速対戦していただく皆さんにご登場いただきましょう。全国手裏剣打ち日本チャンピオン、八重サスケさんです。続きまして、ダーツ日本一、鈴木みくる選手。はい、そして浅田誠吾選手です。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、これから世界初の手裏剣投げアミューズメントマシン、忍者トレーナーアーケードで対決をしていただくわけですが、鈴木選手と浅田選手はこちらは忍者トレーナーアーケードはプレイしたことはありますか？私本当にしたことなくて、今日ちょっとさっきちょろっと投げさせてもらいました。ちょろっと、はい、じゃあさっきちょっと練習したぐらい。はい、練習しました。浅田選手はどうですか？まあ、僕は忍者なんで、なるほど。ありがとうございます。今回はですね、赤、青、白のエリアを3投で打ち抜きクリアを狙う目標撃破というゲームと、動く高得点エリアを狙う縦横無尽という2つのゲームで対戦していただきます。手裏剣の投げ方は基本的に自由と伺ったんですけれども、全国手裏剣打ち日本チャンピオンのサスケさん、こちら何かコツはありますか？コツといたしましては、このようにグリップで握る方法と、ここは人差し指を伸ばす方法と、2通り大きくあるんですけど、どちらでも大事なのは上から真下にまっすぐ切り下ろすっていうのがポイントになります。これが手首がちょっとひねって打ってしまうと面が当たって、得点に入らないので、そこが注意する点かなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、それでは早速試合に参りましょうか。はい、最初の対決は鈴木みくる選手 vs 八重サスケさんです。ゲームは目標撃破です。それではご準備をお願いいたします。はい、さあ準備をしていただきまして、こちらゲームはですね、先攻が鈴木選手、後攻がサスケさんとなりますが、むずい、難しいんだよこれ。難しい、はい。大丈夫ですか？あ、もう準備は大丈夫そうですかね。はい、それではじゃあ浅田選手お願いします。いけるよ。それでは準備が整ったようですので参りましょう。忍者 vs ダーツプロ忍者トレーナーアーケード対決、第1試合開始です。さあこちらで早速投げていただいてますが、いきなり叫んでますけど、わー素晴らしい。ですね、こちら得点が出て60点と出てますけどね。足りない。こちらですね、赤が50点、青い部分が30点、白いところが10点ということでですね、こちら3投投げていただくんですが、おお、わあ、さすが、さすがです。本気やん。忍者には勝てない。忍者には勝てない。結構緊張しますね。こちらですね、マシンまでの距離は競技用としてダーツと同じ211センチということなので、距離はね、ダーツ投げるのと変わらないんですが、おー、すごい、いいぞ忍者。すごい忍者これ高さはですね、ダーツのマシンよりちょっと低いみたいなんですけどもね。あと白い部分も、いやもう外れた。いけるよ、いけるよ。さあまだまだね、鈴木選手もいける点数だと思いますんで。お、50点。そして、これ同じエリアにね入ってしまうとね0点なんですよね。残念ながら惜しかったよ。惜しかったですね。こちらはですね、全4ラウンドでの対決となりますので、今3ラウンド目ですね。あ、わ、接戦。
さん、さん、いけるいけるいける、まだいけるまだいける。次が最終ラウンド、ファイナルラウンドですね。でも一番難しいんじゃないこれ。接戦になってますんでね、ちょうど高得点の部分は真ん中の一枠だけですね。やばい、惜しい。素晴らしい。うまいな。さあこれでプレッシャーかかりましたか。さあどうでしょう、最後30点。お、これは、あー、なんとなんとなんと、こちら勝者は鈴木みどりさん。女性に優しい人やった。そうでした、そうでした。マシンの前に並んでいただいて、すごいですね。見事大試合を勝利しましたのは鈴木みどり選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあこの感想などはね、また後ほどお伺いするとしまして、早速第2試合目に移りたいと思います。よろしくお願いします。続いての対決はですね、うまい。